セバスティアン・フレイは、フランス、ローネ・アルプチーキ県、オートイ・コール・サボワ県とのンレバン出身の元サッカー選手。ポジションは GK。イタリアセリエ A のインテル、ベローナ、パルマ、フィオレンティーナ、ジェノア、トルコ・シュペルリガのブルサスポルなどに所属した。1997年に AAS カンヌでプロデビュー。1998年に18歳でインテルへ移籍したが、名手、 ジャンルカッパ流ンがいたため出場機会に恵まれず、1999年からエラスベローナへレンタル移籍。2000年にインテルに復帰し、政治系を務めたが、2001年にフランチェスコ・トルドが加入したため、ジャンルイジ・ブフォンの後任者を探していたパルマ FC へ移籍。クラウディオ・タファレルとのポジション争いを制して、レギュラーとして活躍。パルマでは、 中田秀俊とチームメイトであった。2005年、フィオレンティーナへ、レンタル移籍。移籍後は、クリスティアーノ・ルパテッリからポジションを奪い、シーズン終了後に完全移籍した。その後も、政治系として活躍し、UEFA チャンピオンズリーグでは、リバプール FC を抑えて、決勝トーナメントに進出したが、ベスト16で、バイエル・ミューンヘンに敗れた。 2010から11シーズンは怪我の間にセルティック FC から加入したアルトゥール・ボルツにレギュラーを奪われ11試合の出場に止まった2011年7月29日ジェノア CFC へ移籍2011から12シーズンはリーグ戦全38試合にフル出場しリーグ最多セーブ数を記録するなど 存在感を示したが、同時にリーグ最多の69失点を喫し、チームも17位と低迷した。2013年7月15日、3年契約でトルコのブルサスポールに遺跡、フランス U21 代表では4試合に出場。2004年11月17日のポーランド戦に向けて、フル代表に初選出されたが、出場機会はなかった。 2007年11月21日、ユーロ2008予選最終節のウクライナ戦で、念願のフル代表デビューを飾った。2008年8月22日、代表引退を発表した。当時の代表スタッフに対する不満を理由とし、将来状況が変わった場合、引退撤回もあり得ると話していた。ターキッシュサイドバーセスパー、サインフレンチキーパーセバスチャンフレイフロムゲノア、 スカイスポーツ2013年7月15日閲覧 GK フレーがフランス代表引退今のスタッフの下ではプレイしないスポーツナビ YS スポーツインク2008年8月22日閲覧声教新聞2007.42210.7ありがとうございます